おはようございます。今日はいい天気になりました。で、今回お伝えするのは判断しないということについてお話ししてみようと思います。僕たちは物事をですね、判断したり、物事のこれを見て好き嫌いとかね言ったり、あるいは良い悪いですぐ判断したがるんですね。で、実は瞬間的に僕たちは物事を見たとか、そういう瞬間に判断を下してます。で、この人は好きか嫌いかっていうのも判断を下しているし、物事が良い悪いかっていうこともですね、判断してるんですね。あ、これはいい、これは悪い、これはいい出来事だ、これは悪い出来事だ、いろいろそういうふうに瞬間瞬間判断をしてるんですけど、これが実は僕たちの進化を遅らせているっていうことですね。で、どういうことかっていうことですけど、物事を判断すると、それはですね、可能性を狭めてしまうんですね。例えば、物事が何かが好きで、あ、これは好きだということで、あるいは逆が嫌いだということがあったとしますよね。で、物事が、あることが好きだというのがあったとしたら、いいんですけど、別にね、それはそれで。でも、もし嫌いだっていうものがあったとしたら、見た瞬間、あるいは、そういうことが出てきた瞬間に、嫌いだっていうことになるんですね。で、嫌いっていうことは、心を閉じてしまうことになるんですよね。で、その物事に対して、もう意識を向けることがないというか、それに関わることもあまりしないようにする。でも本当はその物事っていうのは、何か素晴らしい出来事を教えてくれる可能性があるわけですよね。まあ、単純な例えなんですけど、ナスが嫌いだというのがあったとしたら、でもナスは美味しい人にとってはもう非常に美味しいものですよね。ですから、そのナスの本当の美味しさを知ることなく、そのままね、一生終えてしまうかもしれないと。だから嫌い、好きって判断したら、まあ、それでいいんですけども、嫌いって判断してしまうと、それ以上ね、入ってこなくなる、その人にとって。で、良い悪いに関しても同じで、良い悪い、悪いって判断すると、もうそれで、それに対しては何もですね、受け付けなくなったりするわけですよね。でも出来事が例えば悪いって判断しても、実は自分にとって非常に重要な学びがあることもあるわけですよね。この出来事は悪い、例えば事故を起こした、で、この出来事は、まあ、自分にとって悪かったと、良くないことだというふうに判断を下すと、それで終わってしまうんですけども、実はそれからね、学ぶことってあるかもしれないですね。事故があったから、いろんな教訓を得たということですよね。で、逆のパターンも、からも学びがあるかもしれない。何かが好きだと。もう無条件に好きって思ったとしても、好きって思った時点で、それでもう、その思考というか、自分の中の、深まるものってそれ以上ないんですね。好きっていうだけになっちゃうんですよ。だから目の前の現象を見て、あ、すごい好きだというふうに判断してしまうと、それ以上のものがそれから得られなくなる。そのものの本質をですね、見ることなく、ただ好きという思考で処理してしまうっていうことがあるんですね。だから、大事なことは、その好きとか嫌いとか、これは別にどっちでも判断することによって、思考がですね、働いてしまう。思考というか、物事のあるがままを見れなくなってしまうということですね。そしてもう一つの問題点としては、今ここにいることができなくなってしまう。例えば目の前の植物を見て、好きっていうふうに言ってしまうと、もうその好きっていうもの以外の見方っていうのがあまりできなくなるんですね。でも植物っていうのをですね、本当に今ここであるがままに感じることによって、いろんなものをね、そこに僕たちは感じることができるんですね。ですから、好きっていう判断さえも本当はしない方がいいのかもしれないですね。目の前の人をあるがまま見る、目の前の人を簡単にですね、好き嫌いとか判断するんじゃなくて、目の前の人をあるがまま見る。そうすると、
今まで見えなかった部分が見えてきたり、感じられなかったことがその人に感じられるようになってきたりする。だから自分のその可能性も広がるし、相手にもいろんなですね見方ができるようになる。で、価値観での判断もそうですね。僕たちはすぐ価値観で判断しようとするんですけれども、その価値観を、というフィルターを通すことなく見ることで、物事の本質を見ることができたりするんですね。ですから今回は、物事を、判断しない、これね実は難しいんですよ。判断しないっていうのは、普段僕たちはしてないんで、物を見た瞬間にある程度もう無意識に判断をしてるんですね。から判断をしない、あるがままを見る、そのためには今ここ、過去でも未来でもなく今ここに意識を置いて、そして物事を、目の前の物事を見ていくっていうことをある程度訓練していく必要があります。僕自身もまだまだできてるわけではないですし、意識があちこち飛んでるっていうことが多いんですけど、そういうことを意識しています。ぜひ、ね、これやってみてください。また何か変化があれば聞かせてください。以上です。ありがとうございます。